高橋金谷高橋金谷から1937年10月21日は日本の政治家、実業家、衆議院議員。1866年に大分県大分郡西野小内村の小屋の家に生まれる。1890年に早見群浜は木村で高級旅館泉孫を経営する高橋孫三郎の養子となる。1906年に 浜脇町と別府町が合併して新たに別府町が誕生すると、その助役に抜擢される。別府町会議員、町会議長を歴任した後、1919年には大分県会議員に当選。1930年の第17回衆議院議員総選挙において、立憲民政党から大分県第2区に立候補して当選。 初の別府出身の衆議院議員となった。一方、実業家としては、1929年に大分農工銀行の頭取りとなり、同年11月に別府商工会議所が発足すると1936年5月まで、その初代回答を務めた。1929年に別府市浜脇の旅館泉孫の裏手に建てた自宅兼芸品館の調子を書くは、 1989年に別府市青山町に移築され、2001年8月28日に登録有形文化財に登録されている。2013年1月からは佐藤系美術館として一般公開されている。ありがとうございます。